ででん。はい、というわけでついに僕の元にも届きました。コルネ V4 チェリー自作キーボードキットと呼ばれるものですね。というわけで今回は、待望の、ウシャスライム自作キーボードシリーズということでですね、こちらのコルネ V4 チェリーという、自作キーボードを組み立てていきます。ということでね、早速こちらのコルネ V4 チェリーというね、自作キーボードを組み立てていきたいところなんですが、その前にね、そもそもこちらのコルネ V4 チェリーというキーボードが一体どんなアイテムなのかというのをね、軽くご紹介しておくんですが、僕が現在ね、愛用しているこちらの、分割型キーボードというものがあるんですが、こちらがコルネチェリー V3 というアイテムです。こんな感じでキーボード本体が半分にね、カットされたようなね、形状をしていて、かつ、キーのね、数も 40% サイズという感じで、かなりね、少ないコンパクトなアイテムになっています。こちらのキーボードを、組み立てたのはもうかれこれ、1年以上前のねお話なんですが、かなりね気に入っていて愛用しているアイテムなんですが、コルネチェリー V3 というこちらのキーボードがさらにバージョンアップして再登場したというのがこちらのコルネ V4 チェリーというキーボードなわけです。いや待ってましたよこれを。コルネ V4 チェリーというキーボードが発売されてからはね、割と半年ぐらいね経つのかなという気がするんですが、これね販売がね始まって即ねこれもう品切れ状態になってしまって、しばらくねこう入手できなかったんですが、この前ちらっとこの、コルネ V4 チェリーの製品ページをね覗いてみたら、あのグループバイっていうのをやってて、要は予約注文みたいなやつなんですが、販売がねされていたので、もう、急いでこう注文したというようなねアイテムになっていて、ようやくね届いたわけでございます。ということでね、僕はもうこの瞬間をずっと待ってたのでね、楽しく組み立てていこうかなというふうに思っています。ということなんですが、実はですね、こちらの、自作キーボードキットというアイテム、これだけではですね、キーボードをね、完成させることは、できません。このキーボードキットっていうのは、まあ、言ってみれば、キーボードの土台みたいなね、部分に当たるので、ここにですね、キーキャップとか、キースイッチなんていうね、アイテムを取り付けてあげないと、PC でね、文字入力をするみたいなね、ことはまだ行えないというようなね、状態になっているわけです。というわけで、そんな、僕が今回用意したね、パーツも、今のうちにご紹介しておきましょう。まずは、キースイッチですね。こちら、カイルディープシーサイレントボックススイッチ。確かこちらのコルネ V4 チェリーを組み立てるのに必要なスイッチの数って40何個とかだったと思うんですが、うっかり70個ぐらい購入しちゃいましたね。半分近くね余りそうですね。ということなんですが、こちらのスイッチリニアタイプで、かつサイレントという名前の通り静音スイッチというものになっています。なんとなくねいいスイッチないかなと思いながらネットサーフィンをしていたんですけれども、どうやらですねこちらのカイルディープシーサイレントボックススイッチというものと、少し前にこう話題になったHHKB スタジオという HKB シリーズのメカニカルキーボードですね。そのキーボードに、入っているキースイッチがどうやら内部構造が一緒だというようなねブログ記事を読みまして、なんかちょっと気になったので買ってみました。色はこの青とね透明で結構ね綺麗な感じになってますね。なんでこんなに買ってしまったんだろうと。それから、キーキャップですね。某大手通販サイトに売っていたよくわからないやつです。一応ちょっと中ちらっと見てみますか。こんな感じですね。こちらのキーキャップこんな感じで、なんかね上から見ると、無刻印キーキャップに見えるんですが、横にですねこんな感じでまあ印字が入っておりまして、こう今ね実物初めて見てるんですけど、なんかちょっといい感じですねこれ。それから、こちらですね、 TRRS ケーブルということで、こちらのコルネ V4 チェリーはね分割型キーボードなので、この左右の、キーボードをこう接続するために、使用するケーブルですね、こんな感じです。イヤホンのケーブルみたいなやつですね。今回ちょっとメタルケーブルということでね奮発してみました。コルネチェリー V3 をね使っていた時はこうね100円200円ぐらいのケーブル使ってたんですけれども、なんとこちら1100円しますからね、リッチです。まああとはね、これは別に購入したわけじゃないんですけれども、組み立てる際にはこんな感じの、細いドライバーですね。ちっちゃいネジを締めるための、ドライバー、これを用意してあげればまあ OK という感じになっています。もしかしたら今この動画を見ている皆さんの中でね気になっている方もいるかもしれないんですが、今回ですね僕ハンダ付けやりません。僕はキーボード沼ズブズブ人間ではありますけれどもね、可能な限りハンダ付けというね作業からこう逃げていきたいと思っておりますので、今回もねやりません。ただですね、今回についてはハンダ付けをやらない方法を選んだっていうわけではなくて、なんとですねこちらのコルネ V4 チェリーというキットがハンダ付け不要キットになっているんですね。なのでこのコルネ V4 チェリーであれば、自作キーボードを作る上でハンダ付けという作業をね全くしなくていいんですね。しかも特にハンダ付け代行とかではないので、追加料金がかかるわけでもないです。めちゃくちゃ嬉しいですねこれね。なのでぜひ皆さんもこちらのコルネ V4 チェリーでね、軽い気持ちでね、自作キーボードにね、手を出してみていただけたらね、いいんじゃないかなというふうにね、思っております。
ということでね、パーツも、ご紹介したところで、早速ね、こちらのコルネ V4 チェリー、組み立てていきましょう。ということでね、開けていきます。内容物を確認するために一応一回、開封したんですけれども、中身揃ってるなと思ったので、綺麗にね、戻しました。内容物、一応ね、ここに書いてありますので、確認してみましょう。まずは、PCB ですね。キーボードの基板部分ですね。板チョコみたいな袋に入ってます。それから、今回のコルネ V4 チェリーの、この目玉であるね、このキーボードケースですね。それと、このマウントプレートというやつ。そしてまあもちろんね、分割型キーボードなので、これ、2セットあるというようなね、状態になっています。まああとは、ちょっとしたね、ネジとかスペーサーとかがここにいっぱい入っていますという感じですね。なんというか、めちゃくちゃパーツがシンプルですよね、これね。すぐ組み立て終わりそうですね。自作キーボードというもの、こんなに手軽になってしまっていいんだろうかってね、ところがありますけれども、早速組み立てていきましょう。こちらのコルネ V4 チェリーの組み立て方については、商品ページにですね、ビルドガイドの URL がね、こう記載されていて、こんな感じですっごいね、なんか丁寧に書いてあるので、これを見ながらこう組み立てていけばいいわけですね。ちなみにこれ完全に私事なんですが、こちらのコルネ V4 チェリーを制作されているフースタンさんというね方がいらっしゃるんですが、この前旧 TwitterX の僕のアカウントがフォローされてしまったので、もしかしたらこの動画制作者の方の、目にね止まってしまう可能性があるんですね。下手なことはできないですね。今もう手ブルブルです。そんなことはどうでもよくてね、僕もビルドガイドを見ながら組み立てていきたいと思います。まずは手順1ですね。手順1はですね、この PCB というこのキーボードのね、基板みたいなアイテムを使っていきます。いきなりこの本体ケースかマウントプレートはどっかに行ってもらうというようなね、感じになりますね。ということで、まあ、この袋適当に開けてもいいんですけれども、やっぱね、誰が見てるかわかんないのでね、綺麗にね、これハサミでね、切っておきたいと思います。出してみると、はい、こんな感じです。うわー、すごい。プラモデルみたいな、なんか、くっつき方しますね、これ。プラモデルみたいとかね、まあ思ったので、なんか、ニッパーとかもしかしているのかなとか思ったんですけど、これよく見たら、このつなぎ目のとこですね。ここに、ちょっとしたミシン目みたいなものがね、開いてるので、多分これ、ポキって折れんじゃないですかね。ちょっとやってみますか。ちょっとやってみますかでやんの、怖ー。よいしょ。ああ、綺麗に折れましたね。こっちも多分、パキッと折れましたね。よっ。ああ、で、こっちも、よっ。無事にちぎれました。ちょっとなんかここら辺粉ついちゃったな、いっぱい。このちぎった粉、何かに使えそうで捨てたくないものランキングだったら上位に入りそうですね、これね。ということで、これがキーボード左側の PCB ですね。こっちが、右側という感じです。これね、ビルドガイドには、特にプレートを切り離しましょうとかね、そんな案内ないですからね。やっぱ自作キーボードをね、やる方はね、ハンダ付けとかしますから、このぐらいの基板の、なんか取り外しとかね、朝飯前なんだと思いますけど、僕はもう一般人ですからね、割とこの瞬間が一番ドキドキでしたね。基板を取り出せたらですね、次は、キースイッチを、装着していきます。これが、マウントプレートというやつなんですが、これをですね、この上に重ねた状態で、キースイッチで、まあ、固定していくみたいな流れですかね。この辺については多分、以前ね、コルネチェリー V3 をね、組み立てた時と流れは一緒ですかね。スイッチプレートに先に何個かこう、こんな感じで、スイッチを貫通させた状態にして差し込んだ方が良さそうな感じはしますね。何個かこれ端っこにつけてからなんか押し込むみたいな感じの方がなんか良かった記憶があります。まあ、四隅とかかな、こんな感じかな。そしたら、この状態でスイッチをこう針金に合わせるようにしてググッと押し込むと、こんな感じになりましたね。はい、こんな感じでまあ固定できましたよというような状態になるわけですね。そしたら、残ってるところに一個ずつパチッとこうはめていけばいいというような流れですね。さっき四隅をこうちゃんとはめた状態で、組もうと思ってたんですが、ここがですねちょっとついてなくて、その後キースイッチをね、入れるときにこの部分がですねちょっとギュッてこうへこんじゃって入れにくかったので、ちょっと一回取り付け直しました。で、改めてこの状態で、それぞれのスイッチをこう針金にこう合うようにしてパチッとはめていく。こんな感じで、まあいい感じに、まあサンドイッチみたいなね感じになりますということですね。したらあとは今度こそ一個ずつはめていきましょう。右手の親指が割としんどい。はい。ということで、左側ですね。こっち側、無事に、キースイッチ全部つきました。こんな感じですね。なかなかいい見た目ですね、このスイッチね。で、横から見るとこんな感じ。サンドイッチみたいに、隙間が空いているようなね、ビジュアルになりますね。これをやっぱアクリルの板でさらにサンドイッチすると、自作キーボードっぽいね、雰囲気が出るんですが、今回は、なんとね、本体ケースがついているというやつですね。ここに USB の Type-C の端子がくっついてますね。今回 Type-C
ケーブルでいけるんですね。で、横には TRRS ケーブルの、差し口がついているという感じですね。そうしたらね、左側ができたので次は、右側に行きましょうという、そういう話ですね。右側も、同じように文字が印字されている方が表になっていて、このマウントプレートというやつ、これをまあこうやって重ねて、取り付けていくような感じになっています。こっちもね、マウントプレートにまずは、四隅ですかね。キースイッチをこうはめておいて、よいしょ、よいしょ、ほい。とりあえずこのマウントプレートの四隅ですね、先にこうスイッチを取り付けてあげますと。そしたら先ほどと同様、この針金の部分を穴にうまいこと合わせた状態にして、裏側からも一応ね、真ん中にこうスイッチのピンが、ちゃんと来てるか見つつ、一個ずつこうグッと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 差し込んでいくという感じになりますね。はい。そしたら、こんな感じのサンドイッチ状の、基板が作れるので、あとは、キースイッチつけていきます。この作業が地味にしんどい。よいしょよいしょ。まあ意外とこれ真ん中とか、取り付けるとマウントプレートがこうたわんじゃって、あんまりねうまいことこうパチッとねはまらないので、多分周りからこうやって攻めてた方がちょっとね取り付けやすい気がしますね。ほい。周りからね、なんかもうガチガチにこうキースイッチでこうプレートを固めていく感じですかね。よいしょ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 。キースイッチで35個なくなってしまった。新しいやつ、別角度のねカメラ、本当は用意したかったんですけど、今ねスマホの外カメが、壊れていて、一切ねこう写真が撮れないっていうちょっと残念なね感じになっちゃってるんですよね。今回ちょっと俯瞰のねこの映像だけちょっとお許しいただこうかなと思っています。お、完全にね、ピンを曲げましたね。見てください。この状態では曲がってるのが見える。多分これ、まっすぐにこうなんか爪とかでうまいことやったら大丈夫だと思うんですけど、これで刺さってくれたらいいんですけど。ということでようやく右側もね、スイッチ取り付け完了しました。やっぱビジュアルがなんかいいですね、これね。余ったキースイッチはですね、また、100均でですね、こういうちょっとしたね、瓶みたいなの買ってきたので、ここに、入れておきましょう。ね。こうすればね、お部屋に飾ることもできて、一石二鳥ですね。そしたらですね、あとはまあこの本体のケースを取り付けて、キーキャップを取り付けてっていう流れなんですが、まあせっかくなんで1回ぐらいケーブル挿して確認してみますか。今回タイプ C ケーブルなので繋ぐの簡単ですね。これが左側。あ、つきましたね。こんな感じ。一応入力もしておこうかな。左がなんとなく良さそうですね。ちょっと右側も挿しておくか。よいしょ。あ、こっちもつきましたね。ここが反応しないぞ。どうなってんだ。ああ、キースイッチのピンの折れ方すごいですね、これ。もう最悪の折れ方してました。やばすぎ。ちょっと直すの大変そうなので、もう新しいやつ使っちゃおう。このためにね、いっぱいキースイッチ買ったわけですからね。次は折らないように気をつければ大丈夫。はい、OK でしょう。そしたら改めて、ああ、反応するようになりましたね。よかったよかった。ここ2つが反応しないの、これ割り当てがないのか。ちょっと右側不安だな。あー、こっちも折れてる。これぐらいなら大丈夫よ。さっきのもうなんか縮れた感じになってしまったら終わるけど、これぐらいなら爪で治るでしょ。次は折るなよ。はい。こっちは？こっちは折れてないから、多分最初から特に問題はなかった。まあそんな感じで、なんとなくね、動作チェックもできたんで、満足です。とんでもないピン折れをしてしまったのは、この中にね、混ぜとくんで、もうわかりません、誰にも。別にピンが折れてようが折れてまいがね、インテリアなら関係ないんでね。そしたら次の段階ですね。このキーボードケースですね。これつけていきましょうか。ここからはいよいよこのネジの出番ですね。ネジなくしそうだな。なくしてもまあ一応買いに行けばいいか。先になくさない努力をすべきではって思いますけど。これが、本体のこのラバーシートというやつ。スウェード目の足。これはまあまた今度使います。で、ネジですね。どうせ片方ずつ作るからちょっと片方のトレーは。ねじ入れ歯にしちゃおう。最悪のライフハックですね。やっぱね、僕はこういう雑な人間だからね、あんまり工作とかね向いてないんですよね、意外と。ということで、まずは、ケースにスペーサーをつけましょうということで、スペーサーこれですね。はい、ちっちゃい。これを後ろからネジで止めていきましょう。ネジがもう見てください、これ本当にちっちゃいので、こういうちっちゃいドライバーじゃないと、回せませんという感じになってるわけですね。つけていきましょう。ちょっとキーボードくんに避けていただいて、本体に開いてるこの4つの穴にこう下からこう通すと、こういう雰囲気のイメージですね。これはちょっと難しい。不器用さがバレてしまう。意外と不器用なんだって思われたくない。スペーサーはね、意外とこう自立してくれるので、これを押さえたまんま、後ろからネジをこう置いてあげたらいいね。はい。で、ちょっと、あ、ドライバーの磁石、やめて。ドライバーの磁石にくっついてしまった。ネジを乗っけて、これを
ドライバーで締めていく。あとは、ここにも押さえてネジ持って穴に入れて回して、あと2箇所ペーサーを乗っけて指で押さえて後ろからネジ置いて、ドライバーちょっと回してスペーサー置いて指で押さえて後ろからネジを入れて、ネジ入らないね、ネジを置いて、お前意外と不器用なんだなって思われてしまう、だから自作キーボードあんまりやらないんだってバレてしまう。で回して回してスペーサー固定できましたと、はい、いう感じですね。取り付けられました。意外としんどかったな。そうしたらあとはこのスペーサーの部分にさっきまで必死につけたこのスイッチのあるこのプレート、これを乗っけて、すっごいなんかぴったりサイズ見て見て、友達みたいになっちゃいましたね。綺麗に収まりますねこれ。そうしたらあとはここのネジ穴が4つ開いているので、ここにも固定してあげたらいいという感じですね。まず1個、まああんまり多分締めすぎない方がいいやつですねこれね。どうせまた取り外すこともあるだろうという気がしますね。2個、自作 PC を思い出すな。自作キーボードを組み立ててる時に自作 PC を思い出すってどうなんだ。すごいなんかかっこいいなこれ。コルネ V4 チェリーもしかしてめちゃくちゃかっこいいんじゃん。3つ目のネジもここにあるので締めて、4つ目ここに入れて締めれば、はい、ケースくっつきました。何これかっこいいんだけど、ちょっとニヤニヤしちゃうの。すごいですね。タイプ C ポートがしっかりこのケースのところにぴったりつくわけですね。わー、おしゃれだな、おしゃれだな、おい。ということで、左側はね、無事できたので、あとは右側ですね。はい、もう一回同じことをやるわけですね。このネジどっかに入れたいな。こんなところにね、ルームフレグランスの空き瓶があったので、このキャップですね。ここ意外と使えそうです。ネジたちを、ちょっと移して、最初からここで良かったなっていうか。そしたら同じ要領でスペーサーをここに立てて、ネジ持って指で押さえながらネジはめて、ドライバーやめて、磁石、磁石出た、あ出ました、またこれくっつくやつ。指で押さえて後ろからネジで入れて、ここにドライバーでいい感じに締めようと。スペーサーを置いて指で押さえて、地道な作業をやるのはなんだか久しぶりですね。たまにはこういう時間も悪くはないね。スペーサーを置いて指で押さえて、ネジを置いてドライバーで締める。よし、最後の1個。地味にこのスペーサーを入れる動作がハードだな。あんまりちょっとこういうの得意じゃないですね。なんかバレやっぱ人にはね、向き不向きありますから。本当の作業はね、めちゃくちゃもたもたしてるんですけど、多分動画ではがっつり編集してるので、多分ね、スムーズにね、組み上げていくかっこいいね、クリエイターの姿がこう映ってると思うんですけど、ネジを飛ばしスペーサーを飛ばしてやりまくってますからね。そうしたらようやく登場ですね。キーボードを入れてあげましょうと。この隙間がないピッぴったり収まる感じ、めちゃくちゃ気持ちいい。これはね、ぜひ皆さんに体感していただきたい。そしたらあとはまた4箇所ですね、ネジ穴があるので入れていきましょう。はい、あー、ということで、右側も無事ネジ止めが終わりました。めちゃくちゃかっこいい。しかもちょっとなんか重量がありますね。なんでだろう、なんか重い気がする。がっつりこのセラキーっていうお茶碗キーキャップをつけて重量を増したコルネチェリー V3 よりもなんか重い気がする。もうすでにちょっとこの余ったネジを袋に戻すなどします。キーボード関連の作業をするとき、このルームフレグランスの空き瓶がなんか大活躍してるんですけど、いつもこれなんか捨てられないな、ここまで来ると。そしたら次ですね、背面に空いてるこの4つのくぼみですね、ここに、ラバークッションというやつ、まあ、この丸いやつですね、これを取り付けていきましょう。まあ、1個ずつ貼っていきましょう。ちなみにこのラバークッション結構便利なんでね、よいしょ、リストレストの裏面とかにね貼ってあげるといい感じの滑り止めになって結構ね便利だったりします。何このスタイリッシュさ。これラバークッションを貼っているだけなのになんかちょっと良くない？このくぼみってそんななんか貼りやすくていいなぐらいに思ってたんですけど、ビジュアルもちょっとなんかおしゃれな雰囲気になるんだ、このくぼみ。すげえな。めちゃくちゃいいんだけどこれ。何これ。ということでラバークッションくっつきました。あ、いいですね。右側の方にもねつけていきましょうか。いや、いいな。何このかっこいい分割型キーボード。今までのなんかうわ自作キーボードだっていう、あの基板がむき出しでこのアクリルのプレートでサンドイッチしててみたいな雰囲気全くないですねこれ。ただのなんかスタイリッシュなキーボードになっちゃったねこれ。すごいね、自作キーボードっぽくないですね、いい意味で。ということでね、こんな感じでラバークッションというやつ、取り付けが終わりました。なんかめちゃくちゃ手に馴染むなこれ。
では、いよいよ最後ですね。キーキャップを取り付けていきましょう。ぶっちゃけこのコルネチェリー V3 に装着してセラキーもね結構気に入ってるので、そのうちこれに交換するようなね気はしなくもないんですが、まあ今回はね個人的にずっと気になっていたこのね某大手通販サイトで購入した、キーキャップを使いましょう。まあ問題はこの辺のキーですね。キー配列がイメージできてないので、ちょっと製品ページを見よう。今見たらまたこのプリオーダーグループバイが始まってますね。これで皆さんぜひ買ってみてください。と言いつつね、この動画撮影してるの9月の9日なので、その時期にはまた違うのがねやってるかもしれないですね。何のためにこのページを開いたかって言ったら、もちろんこの配列の画像ですね、これを見るためですね。これをまあ見ながらちょっと装着していきましょうか。ちなみにこれ、がっつりフルサイズキーボードくらいのね、キーがついているので、完全に余りますね。キーキャップといい、キースイッチといい、ちょっと無駄が多いですね。まあガンガンつけちゃいましょうか。まあこういうと結構白いキーキャップ悪くないですね。今回のこのちょっと予告風なね。でもこのキーキャップ結構ね安かったですね。これフルサイズ用なんですけど、まあ大体3000しないぐらいの、まあ大体2000円ぐらいのねアイテムだったと思います。今回のコルネ V4 チェリーなんて、このようになんかプロマイクロというね、まあマイクロ USB をつけていたアイテムがなくなって、ここもね丸々キーになったので、シンプルにこれ増えましたね。あ、ちょっと待って、気持ちいいかもこれ。かなりいいかも。一刻も早く使いたいですね、このキーボード。いやいやいや、よいよいよい。というわけで、無事、キーキャップの取り付けが完了しました。めちゃくちゃね時間かかりました。結構ねこれ特殊なキー配列なので、まあ端っこのキーも結構ちっちゃかったりして、どのキー入れようかなっていうの結構ね探したりしてたらね、なんかだいぶ時間がかかって無言タイムになってしまいました。ということで、こんな感じでなんとかキーキャップも装着し、いい感じになりましたね。見てこれ、かっこいい。キーキャップがねちょっとねなんか2層構造みたいになってて、これよく見るとこれほらちょっとねこれ透明ななんか被覆みたいな感じになっていて、その下に白いね部分があるっていうね、結構なんか綺麗なね雰囲気になってます。ということでね、一応ね組み上がったし、ちょっとつないでみますか。さっきも一応ね動作チェックみたいな感じで USB つけましたけど、今回この TRRS ケーブルですね、これも使って、まあちゃんと使えるような形でちょっと接続してみましょう。ということでね、リッチな、メタルケーブル出てきました。わ、なんかすごい Twitter とかで見る分割キーボードみたいだ。あ、なんかバネみたいにこう伸びますね。すごいねこれね。これをちょっとこのイヤホンジャックのところにぶっ刺して、でこの上でこのタイプ C ケーブルですね、これをこう刺してあげれば、おー、皆さんちょうど見えてないでしょう。僕にはね見えるんですね、この光ってるところが。あ、いいですねこれ。このキーキャップ光をね透過するのかと思ったら全然しないやつでしたね。ということでなんとか、完成しましたね。ちょっとだけ文字入力してみる。え、なんかめちゃくちゃ気持ちいいんだけど、何これ、キースイッチかなこれ。 HHKB スタジオに同じ内部構造のスイッチがね採用されているということで、ちょっと今回用意してみたこのスイッチなんですけど、いいねこれ、すごいじゃない。外しますけど一回。いやこれめちゃくちゃいい感じになりましたね。キーキャップはね、これ透過するのかなと思ったら全然透過しないタイプの文字の印字だったんですけど、これはこれでなかなかおしゃれですね。無刻印じゃないからちゃんとねキーの印字も見えるし、自己評価めちゃくちゃ高めですけど、結構いいんじゃないこのキーボード。皆さんもこれ真似してみてほしいですね。美しさがありますねこのキーボード。いやかっこいいよこれ。コルネ V4 チェリーめちゃくちゃかっこいいじゃん。テンションぶち上がりですよこんな。自作キーボードらしいよ、なんかハンドメイドですみたいな雰囲気全くなくなってしまった。しかもハンダ付けいらないですからねこれ。最高すぎるでしょう。これ17,600円ですからねこのキット。絶対買った方がいいですよ。一旦なんかね気になってるメカニカルキーボードとかちょっと我慢してこれ買った方がいいですね。ということでね、組み立て自体はもうここで完了ではあるんですが、最後にですね、一応こちらのキーボードについてもね、ちょっとテンティングがね、できるようにしておこうかなと思います。というのもね、僕これまでこちらのコルネチェリー V3 というね、まあこのコルネ V4 チェリーの、まあ、前作ですね、1個前のバージョンにあたるこちらを使っていたんですが、この裏面ですね、ここにこんな感じでメタルプレートというものをこう取り付けて、こういう、三脚ですね、こういうものをね、用意して、まあここをこう、ペタッとね、
くっつけてキーボードにね傾斜をつけて使えるようにしようみたいなねことをしていたんですが、まあせっかくねこちらのコルネ V4 チェリーもね分割型キーボードですから、ちょっとねこれつけてみようかなというふうに思います。裏面をこんな感じにしちゃうよというね、本当になんか申し訳ないんですけど、せっかくこのキーボードこんなにかっこいいのにね、こんななんかマスキングテープだらけにしてしまうのはちょっとあの心苦しいんですが、マスキングテープをね貼りますから、ちゃんと現状復帰できるようにするのでちょっと許していただきたいですね。ということで、まあ用意するのはね、もちろんメタルプレートとマスキングテープというものになってますね。ちなみにこっちの土台の方ですね、テンティングアイテムはマンフロットポケット三脚 L っていうカメラ用の三脚にマグネット付きのこの自由運台というやつで、さらにこの真ん中のこのネジ規格のこの変換アダプターをつけて、まあいい感じにしているというやつですね。詳しくはね、あの以前こちらのコルネチェリー V3 をねご紹介している動画の方でこのテンティングに関してもね、みっちり語っておりますので、ぜひこちらを合わせてご覧になっていただければと思います。ということで、やっていきましょう。とりあえずですね、メタルプレートは2枚使うとちょうどよくねこの磁石で取り付けるスペースを確保できます。メタルプレートはね本当にただの板です。これをまあ4枚出して、いやよかった、このメタルプレートねもう絶対使わねえだろうと思ってね、何回もこれ捨てようと思ったんですけど、よかったこれで取っといて、おかげでこれ買わずに済みましたね今回ね。したらまあなんとなくこのキーボードのまあちょっと手前あたりかな、このあたりこんな感じにしたいですね。ちょうどこのネジ穴の真ん中にこう通すイメージでちょっと貼り付けたいですね。マスキングテープを適当な長さに切ってで、ちょうどいい感じのこの手前のところにこう貼って、もう一箇所もちょっと貼っていきましょう。同じぐらいの長さにして、なるべくまっすぐ切って、まあ、こんな感じかな。で、こんな感じ2枚貼れますね。したら、あとはこの両面テープですね、両面テープ部分をこれ剥がしてここに、まあ、貼ってあげようと。ネジとネジの間をこう入れてあげると。でもう1枚ですね、間違ってもこの両面テープで直接貼ることがないようにね、このかっこいいボディにね、なるべくこう現状復帰できるようにしておきたいですからね。両面テープ全然剥がれないね。今回の動画随所になんか僕の不器用さみたいのが出てしまって、すごい恥ずかしい。だから許してほしいね、僕がハンダ付けから逃げ続けるのも、自作キーボードをあまりしないのも許してほしい。このぐらいちょっと手先があんまうまくいかないから、ちょっとハンダ付けとかちょっとハードル高くてね、厳しいですよ。これもいい感じにこう貼ってあげると。まあいい感じに貼れましたと。そしたらですね、このね、メタルプレート大体ね、なんか剥がれるんですよ。特にね、この台座から剥がすときに、ベロって一緒にね、いっちゃうパターンが多いので、これもなんか剥がれないように、ちょっと一応上から、止めておきます。僕何回も剥がれて嫌だったので、もうこれね、上からさらに固定することにしたんですよ。はい。ということで、こんな感じでいかがでしょうか。あんなにかっこよかった本体を。組み立てわずか1分でこんなことにしてしまった。本当に申し訳ないんですが、これでもね、あのほら、ね、こっち側にしたら全くね、誰にも気づかれないですから、ちょっとめくったら、あーってなるだけなんで、誰も気にしないと思います。一応ちょっとくっつけてみようか、三脚。これあの左用なんでこっちですね。で、ここにこうやってパカッとくっつけると、あらあなた、めちゃくちゃいい感じじゃない。今までよりちょっとなんか一回りサイズが大きくなった感じがありますね。なんか高さが増した感じがありますね。多分今までって結構機器がね搭載されている部分がこの本体ギリギリまでねあったので、結構ねコンパクトなサイズだったんですが、多分本体ボディのこのフレームの分ちょっと一回り大きくなって、若干高さがねなんか増えた気がしますね。いいな、このスイッチがいいな。カイルディープシーサイレントボックススイッチ、これが意外といいな。ということでね、こんな感じでテンティングができましたと。じゃあちょっとこっち側も同じようにやっちゃいましょう。適当に伸ばしてメタルプレートですね、剥がして貼り付け、もう一枚を剥がして貼り付けをする。そしたら、さっきと同じように一応これも上からカバーする感じでテープを貼るということでいいですかね。こんな感じで、またしてもちょっとこのかっこいい裏面を台無しにしてしまった感があるんですが、こっちで使えばバレない。じゃああとはテンティング用のこの三脚にちょっとつけてみると、あ、いい感じですね。これまた落ち着くな、この感じすっげー落ち着く。ということでこれで、完全に完成ですね。対戦ありがとうございました。というわけで今回はですね、こちらのコルネ V4 チェリーというね自作キーボードキットを、購入したので実際に組み立ててみました。作業工程見ていただきましたけれども、めちゃくちゃねシンプルなパーツとシンプルな手順でねできてたので、本当にねハードルがねありえないぐらい低いです。もうねこれだったら多分ね小学生の自由研究キットみたいなねところにあっても全然ねあのいいレベルだと思います。こんな感じで、めちゃくちゃねお手軽にねこの 40% 分割型キーボードというね、ド変態キーボードにね挑戦できる機会がね
皆さんの前にはもう開かれておりますから、ぜひね、少しでもね、このキーボード良さそうだなと思った皆さんはね、ぜひね、挑戦してみていただきたいなと思っております。ということで、まあ、今回の動画はね、組み立て編というようなね、感じだったんですが、そのうちね、こちらのキーボードを実際に使用してみたね、感想なんていうのもね、お伝えしたいなと思っておりますので、詳しいね、使用感についてね、気になっているという方は、ぜひそちらもお楽しみにしていただければと思います。このキーボードで編集をする日々がもう楽しみでならないですね。楽しくね、ズブズブしたいと思います。あとは動画の高評価とかコメントとか、旧ツイッター X のフォローなどなど、いろいろよろしくお願いいたします。それから、こちらのチャンネルではね、こんな感じで、キーボードに関する動画もね、たくさん投稿してまいりますので、ぜひ画面の前のね、キーボード沼ズブズブ人間の皆さんはね、チャンネル登録をして、次の動画も見逃さないようにしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。